イエスコバスカワ城ワシノスコ条街道は、チェンストホーバとクラックフの間を結ぶ、ポーランド南西部の古城街道で、この観光ルートは、中世の25の古城を結んでいる。この街道は、クラックフのヤギエオ大学の経済学部教授で、観光学を専門としていたカジミエシュソスノフスキの発案で整備された。ドイツからチェコに繋がっている、ドイツ古城街道のルートは、 ワシノス古城街道の近くまで来てはいるが、この両者は接続はしていない。口述の歴史による地理上の非連続性のため、街道上にある古城の大半は14世紀にカジミエシュ三世大王の命で新たに建築されたものか、あるいは以前からあった城がさらに強固に改築されたもの。街道の名前がワシノスとされたのは、これらの古城が皆、 ポーランドのジュラ山地と呼ばれる、クラックフ・チェンスト・ホーバ高地のジュラ紀の巨大な石灰岩で、出来た崖、新色残球、渓谷の高所に、まるで、ワシたちが巣を作るように建てられているから。ポーランドの国章には、白ワシが描かれており、ワシは、ポーランドの象徴でもある。オイツ・フ城の縄文ワシのスカイドウの古城の多くは、景観の良い廃城であり、チェンスト・ホーバからこと、 クラクフまでの間の周囲で最も高い岸壁の高所にある。これらの城のほとんどは14世紀まで遡るもので、当時の王国主とクラクフの他主要な貿易ルートを外国の侵略者から守る目的で建てられた。その後それぞれの城はポーランド貴族たちの主有となっていった。この城の建てられた一帯を含むシレジア地方では14世紀当時、ポーランド王国とボヘミア王国が、 領有権をめぐって、長年にわたって、激しく争っていた。カジミエシュ三世大王は、ポーランド王に即位すると、新聖ローマ帝国の皇帝カール四世と、急戦協定を締結し、チンは王として、シレジアの継争地域を永久に要求しないとして、この地一体の貴族問題を一旦棚上げにした。この急戦協定により、ボヘミア王国は、 シレジア地方の多くの地域を実行支配することとなった。この時、カジミエシュ三世はポーランド王国の主要都市と貿易ルートを守るための軍事上の防衛ラインを築くことにした。そこで、その防衛ラインに建てられたのがこの街道上の各地の城である。25の城をめぐる、この街道はポーランドで最も人気のある観光街道で全長は1 6 3キロメートルある。 この街道一体の多くの地域は1980年により、和紙のス景ン公園として、自然や景観の保護が行われている。街道上の城は廃墟になっているものも多いが、一見は廃墟でも内部がきれいに改装されて、博物館、ホテル、レストラン、カフェ、劇場などとして営業しているものもあり、結婚式などのパーティーで使われることも多い。所有者の旧シュラフタや、 自治体が民間の運営業者に貸し出して、ホテルや飲食店などの営業を行っていることが多い。このワシノスカイドよりも、さらに東方数百キロの遥か遠く、ウクライナ西部地域までも産地に沿って、旧ポーランド王国の中世の古城が立ち並んでいるが、それらはまだワシノスカイドつながった観光ルートが整備されておらず、それぞれの城ごとに保存、整備されている。 ありがとうございます。